最近ちょっとそのセンターが軟化してきてですね、文化がどんどん長くなってるんで、ほう、これやんないようにセンターいきなり挑んだりすると、あれっていう感じに、えぐいぞ。武田塾チャンネル。入社始まりましたね。入社始まりましたね。で、とうとうおそらくこのね動画を見てくれてる皆さんはですね、結構その受験学年というよりは来年受験を控えている方々が多いんじゃないかなと、うんうんうん、いや気になりますね。やっぱり1年間自分がどういう風なルートを進んでいけばいいかなっていうのは悩むところですからね。そうそうそう、だから1冊ごと武田塾のルートで選ばれている参考書を解説しちゃおうと、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。中森先生、はい、今日の1冊は今日は、マーク式基礎問題集の古文ですね。お、はい、マーク式ですね。どんな参考書なんでしょう。はい、これはあの河合から出てる、はい、まあ、センター形式のマーク式の問題集のシリーズの、はい、まあ、古文ということなんですけれども、うんうん、はい、基本的にはあのセンター試験のよりも、はい、まあ、文章短め、はいはいはい、難易度はちょっと下がるか、はい、同じぐらいの問題を、まあ、センターと同じ形式で扱っている問題集なんですけれども、はい、お、うん、だ基本はまあセンターを受ける人向けの問題集ですね。はい、やっぱ古文の問題集でそのなんていうか解説講師目で、はい、あのちゃんとレベルが合ってるやつを探すと結構大変なんですよ。なるほど。その中でやっぱこれは信用できる部類かなと。まあ、マーク式なんでやっぱそのセンターの人は絶対やった方がいいですよね、うん、間違いないですね。はい、はい、ですよね。シーツの人もまあ一応センター料とか使うかもしれないでやった方がいいですよね、うんうんうん、はい、ただねセンターの古文って基本むずいんですよ。むずいですよね。めちゃめちゃむずいじゃないですか、はい、あのなのでこれで一旦その、ね、体制作っといてやると、はい、だから最悪時間ない人はこの辺とかね、はい、私立志望とかってカットしたくてもいいかなと思うんですけど、これやんないようにセンターいきなり挑んだりするとあれっていう感じでえぐいぞっていうのをすごい経験させられるっていう意味 で、 うで、ね、はい、もうちょっと簡単めな文章でまず練習するっていう意味で、はい、一旦これ挟んでからの方がいいかなっていう、ね、そうですよね。これあの初めの問題とかちょっと短いじゃないですか、うん、まあ後からもうどんどんセンターに近づいていくんですけど、うん、やっぱあの階段結構僕いいかなと思ってますね、うんうん、そうですね、はい、最近ちょっとです、ね、センターが軟化してきてですね、はい、どんどん長くなってるんで、はい、ちょっとこれだとやっぱあれでもセンターの形式より結構短くねみたいなのがあるかもしれないんですけど、はい、まあ、ちょっとそれはセンターが難しくなってんだよって話ですね、うん、なるほど、まあこれやってもセンターは辛いかもしれないけど頑張れっていう感じですね。そうですね、はい、まあ、初めからセンターやと死ぬんでこれはちょうどいいところですよね。はい、はい、今回は以上です。はい、矢部先生、はい、まあ、この動画見てね、はい、まあ、もっと参考書のこと知りたいな、はい、ちょっと自分の勉強のこととかちょっと具体的に相談したいなみたいな人はどうする？こちらですよね。あ、こちら、はい、こちらに、うんうん、アクセスしてもらえれば、武田塾の無料の受験相談が1時間がっつり受けられますんでね、はい、うんうん、僕もこの相談を受けてもう本当人生変わって偏差値30ぐらい上がって逆転合格できたんでね、うん、はい、ただいま校舎の、ね、めっちゃ増えてるんで、はい、増えてますね。最寄りの校舎でね、ぜひ相談を申し込んでいただければと思いますので、はい、